はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日もですねモンストやっていきたいと思っております。今ですね激獣神祭来ておりますね。オーブがですね55個になりましたので、今回ですね10連を1回やってみたいなと思っております。で、狙うはこの子アグナムート。もうこれね昔からね欲しかったやつなんですよ。今度こそ狙いたいですね。じゃあ早速やっちゃいましょうか。金卵確定の10連ガチャでいきましょう。このね第2弾を待ってました。私はね第1弾よりこのアグナムート欲しかったからね。いきましょう。頼むよ。ストライク、ショットならんかった。頼む。ええの出て。おっ、来い。これなんでしょう。おっ、あ、これってこれ違う、これ違う、ちょ、お、これじゃない。ちょっと待って、進化前の姿がわからない。あれ、これ天草白でしょ。ちょっと待ってね。この子はよっしゃ、グナムートよしやったやった。そしてこの子は天草城来たね。最近なんか来てるよね。ガチャ運がすごいいいと思う。前回のね超獣神祭もですね結構良かったみたいね。さくらとか進化させたらね斬撃がすごくてね、今メインキャラでやってますよ私。超強いのねこの子ね。あともう一個、これモンタマガチャ、これもやりたいと思います。レベル3まで上げました。キスキルリラ、これが排出対象になったのでこれもやっちゃいましょう。今来てるからね、いけんじゃね。いきます。来い。お、金なんだこれ、取りゃ。これは何だろう、ロミオの星5だね。アンチ重力バリアか。どうなんだろう、これも強いのかちょっと分かんないですけど、でも水ってのはねあんま実は持ってないのでいいかもしれない。いやー今回でもよかった、グナムート。これはちょっと重心化まで持ってきたいですね。重心化してもあれですよね、白爆発のエルだもんね。でホーミング18、いい、これはやった。天草シロも水のねあのモンスター少ないんでこれはぜひ育てたいですね。いやーよかったということで、今日はですね激獣神祭やってみました。私的にはですねすごく良かったので、もう1日あんだよね確かね。そっかじゃあこのオーブどうしよう、あともう一回引けんだよね単体でね。でもいいや、明日のアグナムート X にちょっと残しておきましょう。それは動画にするか分かんないですけどね、あのアグナムート X にシングルガチャでちょっと挑んでみますよ。ということで今日の動画が面白かったのとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。ということで今回は以上でございます。バイバイ、やったー。